What is good, guys? We're back with some more Corpse Party Suites of Chico's Hysteric Birthday Bash. Then we do a new chapter, right? Yeah. Gonna let it autoplay for a little while, so I won't be reading. Doing something, so. Naomi, Psycho, Naho. I mean, I'm gonna read the names again. Nah, whatever. I'm doing multiple things, so when I stop reading, I just stop reading. There are five faces all displayed visible uneasiness. Mostly because the Chico was eyeing them intently, staring down from the room. Play like adults. The uneasiness on the faces of everyone. Whatever. I can't read. My face turned so straight when I heard his voice, bro. Takuchi-san が来ると、ろくなことないのよね。でもほら、僕なら君たちが知らないような大人の遊びも知ってるし、いろいろ役に立てると思うんだけど。どうだか。まあ、何かあった時は全部Takuchi-sanのせいにすればいいし。そんな。 相変わらず、なほちゃんは金口だね。さあ、それよりみんなで机を動かして。机ですか？一体何が始まるんだろうね。いいから、ここは一つお兄さんにドーンと任せてよ。さあ、犬丸くん手伝って。は、了解であります。ちょっと犬丸、 あんた何張り切ってんの？まさか変な下心でもあるんじゃないでしょうね。いや、これから大人の遊びができると思うと体のあちこちが張り切っちゃって。さやかとあんなことやそんなこと、ああ、もう想像しただけで大変なことになりそうだよ。はあ、死ねばいいのに。ほらほら、さやかちゃんも手伝って。 机を3つずつ2列に向き合わせてくっつけて、うん、そんな感じ。じゃあみんな机の両側に並んで座って。あ、幸子ちゃんはお誕生石ね。よし、これで準備は OK と。さあ、今から合コン始めるよ。 まずは王道の合コンからって。バカバカしい。何をやらせるのかと思ったら、こんなの付き合ってられないわ。待ちなさい、ナホ。幸子ね、その合コンってやってみたいの。もちろん一緒にやってくれるよね。 I hate everything about this. やってみてもいいんじゃないのかな、合コン。うん、そうだよね。聞いたことないけど、うん、やろう。私もないよ、安心して。 シューシューがするの嫌いなんだけどな。私も苦手だけど、私だけね。さあか、これは最初からやる気満々だよ。あんたには聞いてないから。よし、意見もまとまったところで合コンスタート。 Clear Taguchi was expecting a larger response than he got, which was nothing, not a peep was uttered. ちょっとちょっと、みんな盛り上がってよ。拍手拍手。じゃ、テイク2。皆さん、長らくお待たせいたしました。ただいまより、あの子の本命は誰？
ドキドキ合コン in 天神小学校を始めたいと思います。いい感じで盛り上がってきましたね。皆さんもご存知の通り、合コンといえば一騎翔、田口翔トップバッターを務めさせていただきます。まずはビールを。ここをどこだと思ってるんですか。そんなものあるわけが。あるわよ。え？Okay, that's kind of fire, though. Oh my god. I mean, hang on, actually. May I take your order? Aiko-san? Yeah, I'm not reading, but I'm gonna go ahead and sing. I bet y'all sing. Solo. Why is her voice so low? Momentary tension filled the room. Please kill yourself. Yay! Oh, my God! それ、アラサーの、ちょっといいとこ見てみたい。やってもらいます。よかった。コーラなら大
さやか、全然大丈夫じゃないから。大体、なんで私がこんなことやらなきゃいけないの？その必要性を全く感じない。あ、そういえばなほちゃん、プーさん苦手だっけ？What's wrong with their voices? Right now? Hey, I'm not funny. Following this, the next member took the hot seat. Eventually, everybody had a go, and it was time to move along to a new activity. Yosh! So, 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 まずお題を一つ出して参加者が手拍子でリズムを取りながらそのお題に沿った答えを順々に言っていくんだ。それでもしお題にそぐわないことを言っちゃったり答えに詰まったりしたらその人の負けってゲーム。なかなか面白そうね。タチコもやってみたい。これで決まりですね。そうだね。それじゃあ山手線ゲーム、いくよー！うわーい！乗り乗りで行こうぜ！ではでは、幸子ちゃん、お題をどうぞ。そうね、最初のお題は、死に方。死に方って言ってもいろいろあるから、きっと楽しいわよ。飛び降り、焼死、燃え死に、自殺、撲殺、首吊り、like this game. I don't like this. せっかく面白くなってきたのに、なんで勝手にやめちゃうの？ Got a bizarre game. だって死に方なんて演技でもないし、そんなお題でゲームとか良くないと思う。それに、それに何？
子に逆らうなんていい度胸してるじゃないか。なんなら今言った死に方で皆殺しにしてやってもいいんだぞ。そうだ、あのさ、山手線ゲームよりもっと盛り上がるゲームを思い出したんだけど、どうかな。もっと盛り上がるゲーム？そう、みんなでわーってなって絶対楽しいと思うよ。名前なんだっけ、割り箸でくじを作るやつ。もしかして王様ゲームですか？そう、それだ。まさに合コンの王様、王様ゲーム。それはどんなゲームなの？まずは人数分の割り箸を用意する。1本別に取っておいて、他の割り箸に番号を書いてくじを作るんだ。別に取っておいた割り箸には王様って書いて、これを引き当てた人が王様になれるってわけ。王様になったら何ができるの？例えば1番の人が5番の人に注意をするとか、好きなように命令できるんだよ。え、チュー？チューって確かキスのことを言うのよね。そう、なかなか刺激的だろ。全員くじを引き終わったところで、王様だーれだっていうみんなの掛け声に合わせて王様を引いた人が名乗り出る。つまり誰が王様でどんな命令を下されるかわからないっていうドキドキ感を楽しむゲームなんだ。面白そう。せつこ王様ゲームやりたい。まずはくじを引いて。 I know y'all heard that. My bad. My toe touched my desk. That's what happened. Big fat toe. せつこはこれにしようっと。ほら、みんなも。I don't like this dude, bro. さてと、命令は何にしようかな。よし、まずは超定番のポッチリゲームを。You will not make this weird, bro. 1番と6番の人。ポッチリゲームって、あのチョコスナックを使うやつ？さあ、ポッチの両親を置いて、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 それがいいんじゃないか。徐々に近づいていくお互いの唇、相手の体温を感じるほど近づいたその時、思わずポッチを離してしまった方が負けってわけ。じゃあチューをしようってゲームじゃないのね。いや、場合によってはそれを目的としてやる場合の。一番と六番の人、誰だ？六番。嘘。ナホちゃんとぶっちぎるのって。いやー、メルハー。ちょっとサイラク、はしゃぎすぎろ。Why is your eyes keep going there?Honestly, this game is a letdown. I'm not gonna lie to you. Just
冗談、あんたとなんて絶対いいや。It's a real letdown. Sayaka-chan, pochi yoi shita kara. Sa, hayaku. Hai. Sayaka ってば、張り切りすぎ。Bro, what the fuck? I wasn't gonna say nothing, but okay. That is Pocky, the Pochi. I didn't know it was called. That's why I've been calling it wrong this whole time. I eat those. I'm hearing some weird sound. I can't pinpoint it. Hold on. No. Let's go. Whatever. I gotta find this fucking sound. What the hell is that? Driving me insane. Hi. No, just let me stop. Is it the game? It must be the game. Okay. That was crazy. I'm gonna rewatch that part. That was driving me insane. どうしても何もそういうルールだし。No, no. Okay. I'm definitely hearing something. Hold on.Okay, there's people outside. I'm sitting here like, bro, what in the fuck is that sound? I'm not upset that I missed out on some parts here. I'm not. I'll tell you that right now. わかるよ、さやかの気持ち。まさに寸止めの状態でお預けされるのって辛いよな。そんなさやかを俺は放っておくことなんてできないよ。さあ、全力でその悔しさを俺にぶつけるといい。うん、そうする。So I could place her hands on Inamaru's head and pushed it down until it. Okay, okay, the need, okay. What did she do? あちゃー、今のも大丈夫？Now he had a comment. Why you? Why you? これは一つの愛の形だぞ、お前は。さやかちゃんの気も晴れたところで、2回戦行くよ。ほらほら、みんなくじ引いて。じゃあ行くよ。3、はい。王様だ。では王様、ご命令を。何しようかな。急に言われても迷っちゃう。自分の好きなことでいいんじゃない？好きなことね。ちらり。行く。何？今の視点は何なの？成功。では
Who yelled like that? He said, oh! Yeah, of course Taguchi would say that. Of course Taguchi would say that. Like, I'm okay. You are a sick fucking man. Like, Jesus Christ, bro. Get a hold of yourself. No, Inamaru, don't stoop down to his level. You were already bad. Don't stoop down to his level. Damn it, Inamaru. He's weird. Look what he said. Oh my fucking god. I hate this whole scene. Like, okay, 911, please. Chris Hansen. This single-handedly ruined my experience with Chorus Party. Like, I don't know what's going on anymore. Yeah!
All the children in the room want everybody frozen, please. Thank you. みんなが本当に楽しそうです。うーい。幸子も王様やってみたいよ。はい、みんな集合。集合。 ご機嫌斜めだぞ。ここは一つ幸子様のご機嫌が良くなるようなルール変更した方がいいかもしれないな。ルール変更ってどう変更するのよ。それはね、でってことにして、それでこうするとか。うんうん、なるほどなるほど。 とりあえずそれでいくか。ただいま行われた厳粛なる競技の結果、王様ゲームのルールを一部変更し、幸子様ゲームとすることになりました。このゲームは王様を幸子様に固定した上で、残りのメンバーがくじを引きます。その後幸子様に番号指定とご命令をしていただくというのはいかがでしょうか。 うん、いいアイディアね。<笑>幸子王様になっちゃった。それでは王様ゲーム改め、幸子様ゲーム再開。みんなくじ引いて、3、はい。王様だ。幸子様。それでは幸子様、 番号指定とご命令をどうぞ。命令はね、5番の人が3番の人にさっきと同じサワサワのもみもみをしなさい。え、私5番。じゃあ3番の人は誰？俺。 なこちゃんが相手なら私がそもそもモミモミされてもいいのに。丸の分際でムカつく。なんか違う気がするんだけど。犬丸くん、一応聞いておくけど、私が触っても大丈夫なの？お気遣いなく。俺は男だから胸くらい触られたってどうってことないさ。 俺はさやか一筋だからさ。ゲームとはいえ、さゆのきさんが俺の胸をさわさわもみもみすることに嫉妬しているんだね。はぁ、俺だって本当はさやかにさわさわもみもみしてほしいんだよ。さやか、俺のピーナツ。 君の欲しい指が俺の胸を這い回り、敏感な部位を巧みに刺激するところを想像するだけでもう、もう。うるさい、キモ、黙りなさい。ねえ、喧嘩してないで、早くサワサワのもみもみしてちょうだい。王様の命令聞かないと罰ゲームだよ。 幸子様の罰ゲーム。
ナホちゃん、サチコ様を怒らせる前に、ね、早く早く。わ、分かってます。それじゃあ、触るわよ。ああ、どんと来い。This feels more like dating simulation. I'm just kind of confused. Yeah, 別に出したくて出してるわけじゃん。 All right, let's not do that. なんかすごいものを見ちゃってるんじゃない私たち。 Psycho, please don't talk. Don't talk. Nobody talk. こんなの直視できないよ。犬丸くん、服なんて脱ぐから余計やらしく見える。次、サワサワの後はモミモミだよ。モミモミって男の子の胸なんてどう揉めばいいかわからないし。ナホちゃん、もう適当に爪立てて使っちゃえばいいんじゃない。相手は犬丸だし、遠慮なんて必要ないよ。遠慮してるつもりはないんだけど、わかった。Mimi, upon saying this, Naho flattened her palms on Inumaru's chest and pushed in as hard as she could, curling her fingers inward a bit. Sayonuki-san? いいから黙って。ちょっと待って。No longer sheepishly feeling Inumaru's chest, but instead fondling it with gusto, Naho became aware of a slightly sharp sensation against her palm. What? Nonetheless, she pressed on, quite literally, pushing with every last bit of force that she could muster. To overcome the lack of mass in the male chest? これまずいって! No fucking way. No fucking way. This is why they involuntarily in response to this extreme...I'm staring at this screen just at all. Like, I don't even. 本気でやばかった。 No, we gotta push through this, bro. さあさあ、サチコ様ゲーム2回戦いくよ。How much longer are these games? サチコ様、サチコ様、次の命令は？その前に、いつまでも裸でいないで早く服を着てちょうだい。了解です。うんとね、次の命令は、シリズモン。4番と5番の人が、シリズモンするの。Using only their butts. 4番と5番は誰？ It's 4 and 5?ナホちゃんとお尻でチュッチュできるんだ。ああ、なんでナホちゃんが相手の時は私の番号を呼ばれないの。なんという斬新なシリズモの解釈。まあそれはさておき、シリズモをやるなら今の格好はちょっとね。なに、二人が着ている服じゃダメなの。相撲っていうくらいですから、やっぱりそれにふさわしいコスチュームじゃないと。それってどうなの？そうですね、女の子の尻相撲といったら、なんといっても体操服とブルマでしょ。あれ、スクール水着じゃないんですか？キュッ二人ともまだまだ甘いな。尻相撲も相撲の一つなんだから、ふんどしに決まってるでしょ。どれだと言われると難しいですね。I mean, they do wear some type of underwear. 王様に決めてもらったらいいんじゃないかな。
なるほど、いいですね、それ。それじゃあね。もう、みんな好き勝手言っちゃって。バカバカしい。今の格好で十分よ。それじゃあ面白くないじゃない。どうせなら、思いっきり楽しいものにしたいわ。お呼びでしょうか、幸子様。これからナホとナオミがシリーズモをやるの。だから台になりそうなものとコスチュームを用意してちょうだい。かしこまりました。マリコ、コスチュームはふんどしをお願い。うわ、困ります、ふんどしなんて。私だって嫌よ。だいたいふんどしなんてものは男がつけるもので。あら、ナホちゃんだったらきっと似合うと思うわよ。Okay, she did a singing move. Yeah, shut the hell up. Always saying whatever the hell you want. Yeah, hey, tell her, Naho! Tell her! Damn! Aiko left the room and Naomi immediately puffed her up her cheeks. I don't like any of them. The two of them kept arguing back and forth. Fundoshi. Naomi and Naho both took the Fundoshi. Aiko had brought them, and their eyes widened at the sight. It wasn't a worst case scenario, though. The buttons were proper for Fundoshi. Okay, Fundoshi. The two donned these uniquely embarrassing outfits, then faced one another in the makeshift circle. And as they did so, Taguchi stepped forward with a referee's fan that Aiko had supplied him with. I thought it was gonna be more to their what's it, dating sim, but whatever. This isn't that bad, but you're actually covered up, so. Alright. Alright, get up out my ear with that shit, bro. Neither fighter could really control her movement well enough to get in any solid butt strikes, causing a lot of wobbling and staggering. This continued for quite some time until both of them lost their balance and fell out of the ring, more or less at the same time. Who won and who lost? All eyes were on Taguchi, as the victor was simply too close to call for anyone else. This was all up to the referee now. Hikiwake! Oh! ありがとうございました。幸子様ゲーム3回戦いくよ。王様ダーリが幸子様、幸子様、次のご命令をどうぞ。ねじゃあガンパチン2番と6番の人がゴムパチン。As you get2番、俺だ。私6番。やだな、なんだかすっごく痛そう。ナホちゃん知ってる？なんだなんだ、今の若い子たちはゴムパッチンも知らないの？ No, we fucking don't. I don't even know what it is. 知りませんよ、そんなの。昔流行った古いネタかは何かですか？古いって、そんなに古くないと思うけどな。じゃあ、これから二人に教えるから、やってみて。わかりました。まずは、太いゴム紐を用意してと。犬丸くん、こっちの端を加えて。ああ、引っ張られても離しちゃダメだよ。あ、
はい、うん。Inumaru did as he was told, biting down on the end of this of the rubber rope. これをぐーっと引っ張って。で、この反対側を篠原さんが加えるんだよ。あとはお互い引っ張り合って、あ！長っ！ Gucci accidentally smacked the rubber rope with his fingers as he said this, causing a shockwave that struck Inumaru unaware and aimed him hard.This caused him to somersault forward and land in the squat pose. Gomen! Yubi ga hazurejatta! Itta so! Nani sun desu ka, Taguchi-san? Hotto gomen! Kondo wa chanto omotteru kara! Naomi! Konna kowai no ya na! Seiko, ganbatte! Ja!もう一度このゴム紐の端を加えて。はあ。Inumaru bit down on the rope once more. これをぐーっと引っ張ってから。篠原さん、こっちの端加えて。はい。Saiko then bit down on her side of the rope. Yeah, I gotta record this when it's in the morning because I'd be hella tired after work. I'm gonna just play Metroid when I'm doing my after work shit. Do you understand? Like, shut the fuck up! Damn! もう、しょうがないな。それじゃあ篠原さん、今度は気をつけてね。気をつけまーす。それじゃあ犬丸くん。I hate to keep doing this. 何度も悪いけど、Please bite また先みたいにゴム紐の端。あれ、犬丸くん？あ、犬丸くん。ハロー。犬丸くんも面白いです。Yeah. ちょっみんな篠原聖子だって勝敗を決めても何も出ないけどね。そうか、じゃあ俺はやられ損だ。ひどい。さあ、じゃあ幸子様ゲーム4回戦いくよ。少しは休ませてくれてもいいと思うんですけど。さっきは本当ごめんって。ほら、ここで棄権しちゃったらチャンスを逃しちゃうかもしれないよ。はあ、チャンスって何のチャンスですか？もしかしたら幸子様の次のメールでさやかちゃんとチュッチュできるかも。I don't like this dude, Taguchi. みなぎってきた。みなぎらなくていいよ。そんなことになったら下段でやるからね。嘘だろ。その可愛い羽で俺の舌を噛んでくれるというのかい。そんなことになったら俺は溶ける。自分の舌を噛んで死ぬって言ってんの。絵に描いたような残念イケメンだよね。はいはい、犬丸くんもさやかちゃんもこんなところで揉めない。さあ、それよりも早くくじ引いて。揉める原因を作ったのは田口さんだと思うけど。そうだそうだ、幸子早く次の命令出したいな。そうですよね。早くくじ引きましょう。田口さん、早く早くくじも。あ、うん。王様だれだ。幸子様。幸子様、次のご命令をどうぞ。そうね。
ツイスターゲームはどうでしょう。ツイスターゲーム？何それ？なこちゃん知ってる？ああ、あれね、ネットに140文字で危ないネタを投下して炎上させるっていう。それはツイッターゲーム？っていうか、そんな危ない遊びは絶対ダメ。じゃあツイスターゲームってどんなのなんですか？ツイスターゲームっていうのはシートの上に赤、青、黄、緑の丸印がそれぞれ直線上に並んでて、なんて言ったらいいのかな、実物があれば。じゃあ持ってこさせるね。After an impossibly short amount of time had passed, Aiko returned with a white vinyl mat bearing four rows of colored circles, as well as a spinner. Obviously familiar with the game, she laid the mat out on the ground in a singular practice motion, then began explaining the rules to everyone. Say something yet. 要するに順番にルーレットを回して出た指示に従って動けばいいってことでしょ。そうね。でもこのゲーム、それだけじゃないのよね。何がよ。それはやってからのお楽しみ。そりゃあ、これ誰と誰がやるんだっけ。確かまだ番号は言ってなかったと思いますよ。あ、そうだっけ。では幸子様、番号をどうぞ。1番と2番の人。残念、僕5番だった。 Oh, I'm glad I picked number, yeah, yeah, no number 5. Yeah, I've never, oh, I'm proud I picked that one. 1番と2番は誰だろう。 I don't even know.Fuck. Why did I choose number 1 and 2? One ain't bad, but 2 is terrible. And annoying, I hate her. How is she supposed to know where? Okay. Stop saying shit! でいいよね。じゃあ私だ。ルーレットを回すのは、はいはい、それさ
幸子様、ルーレット係お願いします。うん、針をこうやって、うん、こうすればいいのね。あ、針が止まった。最初は右手、緑。おい、次は中島さんの番だね。緑。あ、はい。Okay, I can always tell by the smile. 左足、黄色。左足はこう。次は右足、赤。ほい。左手、黄色。はい。右手、黄色。よいしょっと。What is this image? Why are we seeing this? 右足、青。ここかな。 So Chico continued to spin the wheel in this manner, calling out body parts and colors. Eventually, Saiko and Nami alike were splayed out on the mat, all four of their limbs intertwined and stretched unnaturally, barely keeping balance. 左手、赤。左手の赤と左足緑。緑。左足で緑と、なんとかここに。うわ、ダメ、足つっちゃいそう。こっちは無理だから、じゃあこうやって、ここに、なんとか。ナオミちゃん大丈夫かな。すごく苦しそう。このゲームやらされなくてよかったわ。右手、青。はいはい。右手、アウト。ちょっと、なんか聖子の簡単なのばかりでずるくない？ Play better, bitch. そんなこと言われても、Play better. スクレットで出た通りにやってるだけだし。そうかもしれないけど。左手、赤。次は左手を赤と、あそこに左手が届けば。あの体勢であそこに左手って無理じゃない？そうね、さすがに厳しいわね。ダメ、届く。こうなったら。Back into a seemingly inescapable corner, Naomi put every last bit of effort she could into flipping herself virtually upside down. The end result was a pose that made her look almost like a bridge over a river or something. But she had done it. Her left hand had reached a free red circle. やるな、中島さん。右手、青。はいはい、右手のアウト。何すんのよ。ごめん、バランスがうまく取れなくて。Okay, that was kind of funny. Naomi lost her balance in the fracas and fell on her butt with a loud thud. Hi! Nakashima-san, out! Alright, guys. This is where we're going to end the episode. Thank you for watching, and I hope to see you guys in the next.